ゲを磨くならスニーカーを磨け。どうもバスケットマンです。そんなあなたにはイニアフェイス大ということで、今日もやっていきましょう。今日も始まりましたバスケットマンのスニーカーと NBA ということなんですけども、いいですね、こんなちょっと威圧感、圧倒的威圧感があって、すごい後ろがね、なんかいい感じになったなって気がいたします。ということで今日の T シャツは、はいはい、1995、6だね、1996シカゴブルズチャンピオン T シャツということで、ジョーダン、ロドマン、ピッペン、クーコーチ、ブシュラーと、まあ、スティーブ・カー、ロングリーとね、あとなんだ、ランディ・ブラウンとかいろいろいるんですけども、やっぱいいですね、この辺のカリカチュア T シャツは最高でございます。ということで今日も元気に行ってみたいと思います。レッツティップオフということなんですけども、プレーオフが熱いですね、本当にね。いやー、面白かったですね。サンダー対ロケッツということなんですけど、クリス・ポールやっぱすごいですね。やっぱりすごかったな。やっぱ歴代もまだまだいけますね。本当にね、トップ3入りますね。やっぱり一人で持ってってるようなもんだからな。で、なんかあれですよね、35以上で、プレーオフトリプルダブルは史上一人、あ、間違ってたすいませんけど、なんかそんな感じでしたよね。すごいですよね。惜しかった、本当。まさかね、3ポイントをね、あのジェームス・ハーデンがブロックするとは思わなかったですね。まああれはザ・ブロックって言うんですかね。あのレブロンのブロックみたくね、スパーズ戦のスプリッターのブロックとかね、イグダラのブロックとかね、あれザ・ショットじゃなくてザ・ブロックって言うんですけども、あんな感じでハーデンもザ・ブロックって語り継がれるのかもしれないですけども、まあ1回戦なんでそれはないと思います。やっぱファイナルですもんね、ザ・ショットとかザ・ブロックとかいうのはね。で、まあセミファイナルなんですけども、いやセミファイナルまずいっすね。まあマイアミヒートと、バックスかな。まあ僕ね、バックスの評価僕の中ではめちゃくちゃ低くて、まだね経験値が足んないかなと思ってるんですよ。だから僕はね、ここがね 4-2 でマイアミヒートと予想しましょう、うん、っていうことなんですよね。多分皆さんバックス予想すると思うんですけど、僕はヒートを予想したいと思います。クリッパーズ対ナゲッツということなんですけども、ここもね、まあ、ナゲッツちょっとあの足元すくわれそうでしたね、ユタジャズに。でちょっと気が引き締まったと思うんですよ。なんですけども、まあ相手はロサンゼルスクリッパーズということで、まあ勝てないでしょうということで、僕は 4-1 で、まあ 4-2 かな、クリッパーズじゃないかなと思っております。そしてどこだと、はい、ラプターズ対セルティックスということなんですけども、ここはね僕はね、セルティックスをしたいと思います。セルティックス 4-1 でセルティックスでございますね。セルティックスやっぱ強いんで、まあ言っても去年の覇者と言われてますが、ラプターズ言ってもまあレナードがいない状態なので、まあ、戦闘力もディフェンス力もまあまあ落ちると思うんですよ、やっぱり。で、まあ、ボストンセルティックスはまあ揃ってるんで、まあ 4-1 でセルティックスじゃないかなと思っております。そしてロケッツ対レイカーズ来ましたね。ここ結構正念場じゃないですか、レイカーズ。これは難しいですね。まあでも僕はロケッツが勝つっていう人もいると思うんですけど、僕は、まあ、レイカーズが勝つと思ってるんですが、理由としてはやっぱりね、レイカーズが勝つ原因というか、勝つ理由はウエストブルックですよ。やっぱね、ウエストブルックはね、わけわかんないターンオーバー間違いなくします。で、前回もしたじゃないですか、1回戦で。で、今回もします。で、サンダーの時若かったんですけども、ファイナルでね、マイアミヒートと戦って、まあ、めちゃくちゃわけわかんないターンオーバーしまくったじゃないですか。やっぱりね、根底にね、ウエストブルックはああいうのがあると思うんですよ。なので、ウエストブルックがいるということで、まあ僕の予想ですけど、レイカーズが、まあ 4-2 かな、まあ7戦までは僕はもつれないと思うんですよ。 4-2 でレイカーズと予想しましょう。予想めちゃくちゃ噛みましたね。予想しましょうということなんですけども、まあプレーオフのまあ予想はこんな感じなんですけども、今日はですね違うんですよ。ジョーダンの35のリークが上がってるわけなんですよ。見ました皆さん、35。まあどうですか皆さん、あれ見てなんかちょっとパンチないっすよね。なんかねちょっと35って感じなんですけども、今までねジョーダン31から、まあ、1をオマージュしてね、1は31、2は32、まあ、3は33、4は34で、35は5のはずなんですけど、5っぽさがないっすよね、ちょっと。なんか、ちょっと4に引っ張られてるような、モデルに見えるんですよ。なんか2からリク上がってるんですけども、どうすかあれ。なんか難しそうだなって感じがしますね。なんか、シャックノーシスにちょっと似てますよね、ジョーダン35ってね、なんか。ちょっとね、パッとしないなって僕は個人的には思ってるんですけど、皆さんはどう思いますか？僕、まあ、すごい売れるとは思わないんですけども、まあ、35でももしかしたら、
八村塁モデルが出る可能性もあるんで、まあ、出るんだろうな。34すごかったじゃないですか。八村塁モデルもすごいプレーつけましたね。なかなかねジョーダンのその1から13とか14までじゃないジョーダンで、まあすごい跳ねるっていうのはコラボモデルじゃないし、まあどっかのその、まあ、コラボそのアーティストとか、まあ、ブランドとかのコラボじゃなくて、ただのアーティストのシグニチャー、アーティストじゃない NBA プレイヤーのシグニチャーモデル、まあ、日本人ということなので、まあこう高値がついてしまったんですけども、いやすごかったですね。だから35もね、まあ、八村塁モデルが出たらそれは僕は売れると思いますが、普通の35はちょっとね僕の中ではパンチがないなって思っておりますということで、いかがだったでしょうか。皆さんはジョーダン35のことどう思いますか。もしよろしければねコメント欄で教えていただければと思いますということで、また次回の動画でお会いしましょう。ぜひこの動画を受ければですね、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 See you next game!